まさかの事態です。道志温泉なんだっけ、道志の湯の割引券を、奥道志オートキャンプ場で買ったんですが、なんと道志の湯が休みということで、探したら近くにこちら、はい、道志川温泉紅椿の湯というのがありましたので、こちらの方に入りたいと思います。ということでいつ来るんだよ次、もう来年だろ間違いなくはい、ということでお風呂入りたいと思います。なんか震えるよね。お、キラキラするように作って。おお。その作り方と。でもこれさ、やみつきになるのこれ。ずっと情熱の行き先を手探りで探し続けて、見つけては手放して、未来へ続く今を支える力に。走り出せ。